山内周一郎7月10日から2008年8月8日は、日本の鉄道実業家。東日本旅客鉄道株式会社初代副社長、元会長、宇宙航空研究開発機構所代理事長。2007年随法、茂光明。アメリカ合衆国海洋大気庁長官、コンダットラウテンバッハート東京都出身。 1956年東京大学工学部機械工学科卒業。同大在学時には鉄道研究会に所属していた。鉄道研究会に入った理由は国鉄への就職を志していたからという。JR の経営者としては石井ゆ隆たか、菅博と並ぶ鉄道ファンとして知られていた。同年に日本国有鉄道入社。京都客貨社区長にて、 特急、白鳥、カモメ、緑等のディーゼル化、その後本社運転局にて、新越本線横川駅軽井沢駅間の粘着運転切り替えや特急列車のスピードアップに携わる。1965年に東京鉄道管理局電車課長、1968年に本社運転局保安課、1969年から国際鉄道連合事務局へ出向し、 パリに赴いた。日本に戻った1972年6月以降は、名古屋鉄道管理局運転部長、東京北鉄道管理局長、本社運転局長、常任理事を歴任。運転局長時代には、運転業務全般に携わった。1987年の国鉄分割民営化と同時に JR 東日本副社長に就任。 オリエント急行の日本運行に携わったほか、寿命半分、価格半分、重量半分のフレーズを掲げる、新型車両の開発を発案し、京浜東北線に導入した。さらに自動改札機の導入を強く推進し、追加の成立にも影響を与えた。また、鉄道における、事故対策に注力した。国鉄では運転士が、 自らの原因で正常運転から30秒遅れると、処分を受ける観光が100年以上続いていたが、JR 発足後や辞めさせるなど、常に、先例主義を嫌い、発想の転換を貫き、改革を実現させていった。その後副会長、会長職に就いた後、2000年に退任。JR 東日本から退任後、ロケットの連続打ち上げ失敗で批判が高まっていた。 宇宙開発事業団理事長に国鉄分割民営化を成功させた手腕を買われて就任した。2003年10月には NAS、DA、と宇宙科学研究所航空宇宙技術研究所の機関統合によって発足した宇宙航空研究開発機構の初代理事長に横滑りし日米間の宇宙協力関係への強化に携わり2004年11月に退任した。 この時の功績が評価され、2005年には NASA より栄誉賞を受けている。弱 a 退任後、JR 東日本に顧問として復帰していたが、2008年8月8日、心不全により死去。75歳を打つ。ありがとうございます。